はい、どうもクミツです。今回からはハイラル平原に戻っていろいろまた回収したり、祠もね探したりしたいと思います。で、今はこの、姫神川水に浸かりし神殿の跡というところがね、ここ姫神川で、これ神殿跡っぽいんでここに来てます。じゃあ早速探そう。あ、かも、賢者の神殿跡。え、賢者の神殿跡、何の賢者の神殿跡やっぱさな、賢者。お、あそこにあるの違うか。そうだ、イエーイ。ミドナの冠で合ってるよね。わ、頭までついてる。黄昏の勇者と共にハイラルのために戦った影の王女が、影の女王が身につけていたと伝えられている。古代兵器大散布か。ふわー、装備、うおーうお、このね、頭、髪の毛に見えるっていうか、髪の毛なんだろうけど、これがさ、手に、こう、でかく手になってさ、鎖引いてくれたりするんだよね。すげえ。まあ、この説明文見ればね、もう誰でもわかるかなと思うんですけども、まあ、トワイライトプリンセスのキャラクターのミドタちゃんの冠ですね。うん。そう、この前ザンとね説明した時に、その時の王を追い出して自分が王と名乗り始めたんだって言ったんだけど、まあ、その時のその王っていうか、まあ、女王がミドナちゃんだったというわけなんですよ。で、一応その初めはね、リンクのことを、まあ、敵対というか、ただ単に利用してやろうみたいな感じで近づいてきたんだけど、まあ、結局やっぱね、同じ敵をね倒そうっていうことでやってるので、だんだん、まあちょっと信頼し合って一緒に戦っていってくれるっていう感じですね。まあミドナちゃん可愛いんだよ、本当に。もうツンデレでというか、ね。いや、人気高いの、本当。まあみんな好きだと思うけど。いや、ミドナちゃんもね、可愛い時もあれば、なんかすげえ変形したり、美しくなったりね。まあなんかちょっと、まあこれ以上言いませんけど。まあ、ぜひやってみてください。私も実況上げてますが、なんか橋の上、あ、これ橋だと思うけど、なんか戦った跡があるわ。っていうか、おーおーおーおおお、まああまりね、ハイラル平原、まあちょっと来たけど、まあ割と走ってるか。まあやっぱその文字が出てないところがさ、多分多いから結局次のさ、あー、いっぱいいる、戦った後じゃないわ、ロードしてなかっただけだ。やっぱちょっと探索しながらね、その場所を発見しないとさ、まずいから、ちょっと時間かかるわと言ってもカットしてると思うけども。うわー、もうやだー、橋一個にしてもなんかすごいよー。わ、いる。あ、祠ある。でもやるか。矢は買ってきたんで9本ある。で、まあ、ちょっとミドンちゃん一回外すけども、言ったか言ってないかさ忘れちゃったから言うんだけど、全部2個、あげれました。なんだっけ、最後の試練のさ、バイクもらえるところとかでさ手に入ったりしたので。近い。何こ、ここは何、ここは名前ないんだ。カロク橋。わかんないな。カロクってどこの、何のゲームとかに出てきた人なんだろう。ちょっとわかんない。ごめん。ちょっとわかんないけど、割と綺麗めに作られてる。ここはさ、飛行の、なんだっけ、鳥人間コンテストで、ここまでは
多分飛んできたところだよね。あれ、多分その時に映ってたと思う。なんかここら辺にありそうなんだけど、鳴ったり鳴らなかったりするから、この岩の中なのかな。おおおおお。あ、なんだこれ。これ怪しいぞ。怪しい。燃やせばいいかな。これでつくんだっけ。燃えろ燃えろ。燃えない？よしよし、危ない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 。これで燃え広がって、あそこが、それっぽいね。それはそれで爆弾しなきゃいけないかな。やばいよ、山火事並み。うう、パチパチする。よし、これは普通に爆弾置けそうな感じがする。よし。はい。オッケー。これ何個目だっけ？あと2個か3個だったよね。うわぁ、物騒なものが置いてありますね。ニヤネ屋の祠。ちょっと回収してみる。オッケー。なんかルピーとか、リンゴとかだった。じゃあ、行きまーす。ダーバッ、あー、ジョイか。じゃあ、いいな。なんか、散々さ、英傑たちのバラッドでさ、祠やったんだけど、なんか、まあ自分が編集に時間かかってたからかもしれないけどさ、一気に撮って。すごい久しぶりな感じがする。勝手に。ちょっと待って、剣を変える。オッケーっす。はあ、意外とジョイのくせにやりやがれな。パカ。王家の盾。いいじゃん。で、これが何首か見よう。ちょっと忘れちゃった。あと何個だったか。あと3個だったかなって思うんですが。克服の証、26個。あ、これも変えないとね、もったいないわ。持ってるだけじゃ。118か。だから、あと2個だ、やっぱ。あと2個。ん？なんだこれ。うわ、なんだよ、もう。びっくりした。いや、コログにしてはでかすぎんだとは思ったけど、どうしよう。終わった。ウルボザさんやっぱ強えや。いただき。看護カートだ。ここにさ、コログ3体見えると。ちょっと待って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 。もう最悪、もう待って。ちょっと待って。はあ、心臓に悪いよ。これもなんか、捕まってた何かみたいなののなんかだよね。なんかもらえるとこだと思う。一旦、待って、ああ、使っちゃった、9本。やっちまった。まあ、いいけど悪い。いいけど悪い。私にはレア商品なんだから。飛んでるやつに撃ちたいのに。つ えー、一発だ。てか、ここのさ、地蔵はリンゴとかじゃないのか。錆びた。盾は持ってないな。確かにね、錆びた系いっぱい、さっきのさ、ミドノちゃんとこもそうだけど、落ちてたりするよね。やっぱ兵士たちが、ね、ここで多分戦った後が、そのまま残ってるから。でも錆びた盾はなさそうだな、ここには。マジでこれ何なの、本当に。怖いね。怖い。触ったらやばいとかあんのかな。いや、ちょっと待って、その前に宝箱を探そう。あ、これだ。罪人の捕らえられし獄の跡ってとこがここなんじゃないか。あ、あれっぽいぞー。違う、盾だ。盾あった、盾。やったー。なんだよ、宝箱埋まってんのかと思った。でも多分盾ないだろうなと思って、星のマークつけといたけど。やーりー。わ、むず。
この向きで捨てる。うまい、うまい、うまく捨てた。やったー、よしよしよし。宝箱だよ。ん？ん？あれは？宝箱だ。これではないか？オッケー。ふぅ、開く。これチンクルは2個目かな。服。妖精に憧れた男が好んで身につけていた服。これは、あ、あ、あ、全部揃ったんか。わ、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 た、楽しみ。このかっこいいリンクがどう、間抜けになるのか。絶対かっこよくても、さすがにこれ着てかっこよくはならないと思うんだが。装備！おー。割といけるなぁ。別に全身タイツでも。やっぱリンクはかっこいいんだなぁ。あ、ちゃんと、すごい懐中時計とか、赤いパンツ。すげぇ。まあ、でもチンクルは、地図でね、チンクル島だけ、チクルン島か、チクルン島が出てきた時に、説明はしたと思うんで、そんなに、詳しくは言いませんけども。まあまあまあ、この説明の通りですね。で、確かムジラの仮面が最初の登場だったと思います。地図を描くのが得意な人ですね。おじさんなのね、ちっちゃいおじさん。なんだけど、その、なんかね、似てる、トワイライトプリンセスにチンクルではないんだけども、こういう格好をさ、したさ、なんだろう、ミニゲームのお兄さんがいたんだけど、どっちかっていうとリンクはそっちの人に似てる感じかな。やっぱ等身的にも。うん。これは何？夜間移動スピードアップか。なるほど。早い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 わ。これちょっと触ってみていい？前触ったことあったんだっけ？あ、関係ないんだ。しかも登れない材質だ。これ気持ち悪いけど割と祠と同じ素材だよね。前からあったのかな？別にこれがまがまがしくな、なんていうの、城が乗っ取られたからこの変な塔が立ったわけじゃなくて、元からオブジェとして置いてあって乗っ取られたからキモいピンクになっちゃったってことなのかな？わあ、ここリンゴの森ってとこだけどやっぱリンゴすごいいっぱいなってる。わっ！失礼します。超いっぱいなってたよ、この木。あれ、思ったほどじゃない。すごい。ああ、ヒノコすいる。唯一この木でかいし、普通の木だなって言おうとしたら、ヒノックスが普通に嫌がる。この橋は何橋かな？あ、ん？お！おい、喧嘩売ってんのか、ニンテンドーさんよ。でも、冷静に考えて、ぼっち、もうやな、あいついる。ぼっちって人いたかな？もう全然、ダメだね、最近。ちょっと調子出ないわ。装備の解説に全振りしているわ、今。ちょっと頭を。なんか骨がある。なにこれ？あ、これは、これこそ。あ、でも頭。頭あるかな？これ頭かな？はい！もうバレた！たったった、バレちゃいました。ワンチャンバレてないっていう可能性は？ワンチャンバレてない。よっしゃ。ちょっと一応骨ってつけとくか。怖っ。なんかね、うわ、まだついてきてんじゃん。いいって。ストーカーは勘弁しておくれ。あー、でもこっちら辺に逆サイドにさ、これあるかなとか思ったけど、なんないわ。ないんだ。うわ、もう歩いてる。いっぱい歩いてる。やだんとこ来てしまいましたね。はい、一匹上がり。まあ、いっぱいもらえるからな。うわお、すげえ。倒しても、まあ、余裕があれば倒しても全然構わないけどさ。あ、
反応した。ちなみにこれあっちのやつと合わせようと思って来たんだけど、わーもう、ん、なんかなんだろう、でかい切り株がある。え、あ、そうかも。ちょっと思ったのはゴングルの丘なんだけどね。ここゴングルの丘って不思議の帽子で出てきた場所なんだよ。で、なんかリンクがちっちゃくなるのに切り株に入ってちっちゃくなるのね。それを意識してキノコ、うわ、敵いるじゃん、切り株置いてんのかなって、うう思ったけど、先手は取れそう。ちょい、すげえ、一発でいなくなった。ルビー。まあでも、なんだ、不思議の帽子ではゴングル、あ、あったあったあった、ゴングルザン、ゴングルさん、ゴングル山だったか。すごいな、切り株。なにこれ、面白。ちょっとあっちにあるのわかるけど、ここも見たい。はい、はい。お、やめろ、キースいっぱい、やめて、違いますの。あ、危ない。剣はっていうか、フリーズロットは無事だ。わ、こいつもいる。でもさっき鉱石だったしな。いいや、ちょっとまずは向かおう。どこだっけ、ここか。そう、不思議の帽子はね、そうやってなんかそういうちっちゃくなったりして、なんだろう、隙間に入ったりとか。よいしょよいしょ、危ない。小さい人と、小さい人、なんかチロリのどこだっけ、チロリの森の時に説明したけど、そのね、ちっちゃいキャラもいるんで、話したりね、するのよ。不思議の帽子もやってみてね。なんか嫌な予感する。やっぱり、もうなんか、背景がそれっぽかったもん。なんだよ。オッケー。これであって199じゃない。あーん。119個でしょ？残り1個は、ハイラル城の近くとかにないかな？ワープできる。なんか、あっても良さそうな気もしなくもないけど、そうなるとハイラル城行かなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。でもそろそろ、他に選択肢がなくなってきたからな。もう向かうしかないか。ハートと頑張りだけ、ちょっと先に交換して。うわ、やばい、みんなハイラル城。あ、そっか、でも他にやること、ハイラル城の探索をちゃんとやった方がいいよっていうのは見て、コメで。あとは祠はやるでしょ、あと1個だし。で、なんだっけな、あと書いてあったのが、なんだったかな、あ、思い出でしょ、思い出。そんぐらいだったかな、コメントで見たの。あと図鑑は、そうだね、まあ割と埋まっては来ているんだよね。見せたっけ、巻いてるとこもあるけど。なので、うーん、どうしようかな、埋めたいけど。でもうさ、入手困難だと思ってた、カスガノンも取れたし、あ、ただ、そこが、なんか、なんだっけな、火山のところで、ちっちゃい、なんか、ミニミニ飛行型物体みたいなのが、なんか、あれも本当は写真撮れたらしくて、それはもう無理かな、とか思ったりね、するんで、まあ、なるべくちょっとハイラル城探索して、ボス行くまでに、どんどん埋めて、最悪図鑑埋めた方がいいのであれば、もうちょっと買います。シーカー族のあの方から買おうかな。ちょっとね、これで時間食って更新できないのも、とか思った。ちょっと悩むけど。うん。そうしようかな。で、後からね、あの写真を入れ替えたりもできるし、だから、
まあ一旦買って埋めて、でまたクリア後にさ自分の写真で埋めたりとかもねできなくもないから。ダルケルの守りいつでも使えるぜ。なんだこれ、埋まってる、埋まってて切れないのだが、何何これ何これ、ちょっと心霊現象起こってるんだけど。まだ鎧1個手に入れてないじゃん、忘れてたあぶねー。多分これがさハイラル城か町あと東なんだよね。行った方がいいかな、怖いよ、これ以上近づきたくないけど。兵士が集うって町のことかな、ちょっと。でも、もうさ、もうやばいの、これって。ちょっと、やばい？これ城に入るってことなの？違うよね。まだ浄化。やばいっていっぱいいる、ダメだ、まだ兵士。この町沿い、町沿いじゃない、道沿いに進んでいっかと思ったけど、やっぱそこら中にいんじゃん。あ、ダメか、バレた、バレた。しゃあない。一体ずつにしてほしい、さすがに。遅かった、遅かった、遅かった。待て。よし。あぶねー。大丈夫だ。大丈夫だ。あ、やばいですね。やばいですよ。でも行くか。ちょっと近づくだけ、ちょっとだけですかな。あ、これは城じゃない。あ、曲があんまりよろしくないですな。わ、城下町、物件と物見、どこら辺が塔なのかな。わ、怖い、もう。あ、何も言えん、怖いです。誰か いますか。誰もいないよな、怖いよ。ん、違うか、誰かいてほしいっていう気持ちがありすぎて、人に見えるすべて、いるわけないのにね、こんなにボロボロなんだから。うわぁ、あ、ハイラル城下町跡になった。あー、ここに、ここは行った、あ、こっちが式典場か、ここ行ってみたいな。時のオカリナにあるよね、噴水がちょうどここら辺に。やっぱなんか似てるよね、やっぱなんて言うんだろう、地図のマップ的には神虎に似てるが、細かいところから言うとやっぱ時岡に似てるとこ多いな。なんか目みたいのもいる。あ、なんだ、ここじゃヘドロみたいのをどかせるとこもあるのか。すげえ。